ラーオヤジチャンネル。こんにちは、モデラーオヤジモデオです。本日も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。タミヤグラマン F14A トムキャット、今回は久しぶりに模型作りの動画をアップしていきたいと思います。こちらのキット自体はもうそんなに新しいものではないんですけども、私も積みプラとして購入済みのものがありましたので制作していきたいと思います。すでにこちらのキットの制作動画もいろいろあると思いますので、私は今回 LED を取り付ける制作方法を紹介していきたいと思います。主翼や垂直尾翼はついてはおりませんが、機体をですね仮組みしたものになります。さすが48分の1スケールということもありまして、なかなかこれ大きいですね。そしてまたランナーのパーツ数も驚くほどあるんで、なかなか作りごたえのあるキットですし、昔からトムキャットのプラモデルはいろいろありますが、新規金型でいろいろ作りやすくなっていたり、合わせ目ができるだけ見えなくなるような配慮もされたようなキットになっています。 LED を仕込んでいく際に部分的にクリアパーツみたいなものも作っていきたいと思いますので、こういった100円ショップで売られているものも用意すると便利かなと思います。まずパーツの型取りをするために、お湯で柔らかくなる粘土、色プラまたはお湯プラなんかっていう名前で売られていると思いますが、こういったものを用意しておくと良いかなと思います。量が少ないものであれば110円でも売られておりますが、こちらは 20g 入りの大きいものになりますので、クリアハードタイプのものですね。 UV レジンというだけありまして、 UV ライトを当てて硬化させる必要があります。また日差しが強ければ太陽光の紫外線でも固めていくこともできますが、作業効率を考えますと夜でもできますので、これも100円で売られておりましたので UV ライトがあると便利だと思います。私のプラモデル制作動画を見ていただいている方であれば、すでにご存知の方も多いと思いますが、マイクラフトさんから発売されている LED を使っていきたいと思います。こちらは概要欄にリンクを貼り付けておきますので、よろしければそちらから購入してください。私がこちらの LED を使う理由としましては、抵抗やコネクタがハンダ付けされております。電子的な知識がなくても、差し込み方さえ間違わなければちゃんと点灯するようになっておりますし、チップ LED というかなり小さな LED になりますので、こういった飛行機モデルにも LED の取り付けがしやすいような商品となっております。 AC 電源から電源を供給する方法と、こういった乾電池ボックスを使って電源供給するものがありまして、乾電池2個ですね、 3V 状態で使用しておきます。先端はですね4つのコネクタがついておりますので、4つの LED を点灯させることもできますし、各 LED の明るさは暗くなってしまいますが、3分機ハーネスという商品もマイクラフトさんから発売されておりますので、1つを3つに分けることができますので、12個の LED を点灯させることもできます。ただ点灯するだけでは実物らしくないという場合に、車のウインカーのような点滅する回路であるとか、ストロボのような点滅、そしてジェットエンジンのようなちょっとこう明るさがですね明滅するような揺らぎ回路というものも発売されておりまして、こちらは1つの電源から4つの LED をこうちょっとチラチラというような揺らぎの効果を与えるような回路も販売されております。色も各種用意されておりますし、こういった一般的な 5mm の直径のもの、 3mm の直径のもの、先ほどもお見せしましたチップ LED というようなものも売られております。今回どのようなところを LED で点灯させるかというのを紹介していきたいと思います。ちょっと今ランディングギアが格納された状態になっておりますが、ランディングギアに白い LED を1つつけるのと、コックピットの計器類のところにそれぞれ緑のものをつけていって、そしてここですね、ここにグリーンに点灯するものが上下ありますので、ここは位置的に1つの LED で下側と上が点灯させていきたいと思います。同じように主翼の右側も緑に点灯させ、左側の主翼は赤く点灯をさせます。機体の左側は赤く点灯させますので、ここにも LED を1つで上下点灯させていきます。
右側の垂直尾翼に関しては後ろ側を赤く点灯させ、左側の垂直尾翼は前側を点灯させていきます。エンジンのパーツですけども、ここに 5mm の穴が開いておりますので、ここに 5mm の LED を取り付け、こちらをクリアパーツ化して裏側から光るようにしていきたいと思います。ここは一定に点灯するのではなく、エンジン内は揺らぎの光の効果を与えていきます。プラスとマイナスを間違わないようにして、電池ボックスに単三電池を2本入れます。スライドさせながらカチッとはめます。電源スイッチはひとまずオフにしておきます。各種コネクタにつきましては、赤い方と黒い方がありますので、この色の向きを合わせてあげます。まあ、LED はプラスとマイナスの、ね、極性がありますので、そこ気をつけていきます。先ほど入れた電池ですが、電池の残量が減ってきて電圧が下がってくると、これだけたくさんの LED を接続した時につくものつかないものが出てきたりしますので、電池は比較的新しいものを使った方がいいと思います。一つから分岐させて接続する場合は電圧が足りずに点灯できない場合があります。そういった場合は各 LED ですね、チップ LED でも高輝度タイプ、低輝度タイプとか、丸い LED とかによって抵抗も違ってきますので、組み合わせを変えてみてください。それでは一通り接続終わりましたので、電源のスイッチを入れていきます。今、こういろいろね、組み合わせも確認したので、すべての LED がついている状態になっています。揺らぎ効果を与えるコントローラーを間に入れて、接続した LED はですね、このように明滅するような感じになってます。この LED につきましては、後ほどこれを加工しまして、このように入れていきたいと思っています。コックピットにつきましては、一部クリアパーツも採用しているものがありますので、こういった具合に裏側から LED を取り付けたりしたいと思っております。こちらのエンジンパーツの型取りをしていきたいと思います。お湯で柔らかくなる色プラを使っていきます。またはお湯プラという商品も販売されているかなと思います。お湯で柔らかくなると書いてありますので、お湯に浸して柔らかくなるのを待ちます。お湯は熱いので、ピンセットとかつまむものがあった方がいいと思います。できたクリアパーツを入れていくこのパーツですが、裏側の真ん中には 5mm の穴が開いておりますので、 5mm の LED を入れて、横に 3mm のピンバイスを使いまして、穴を開けて 3mm の LED をもう一つ入れられる状態にしておきます。どうでしょうか、そろそろ柔らかくなったかもしれません。ちょっとこう水気は切っておいた方がいいですね。で、しっかりと密着させていきます。今回かなりくぼみが多いパーツになりますので、こういったものでしっかりと押し付けてあげて、ディテールをきっちりと取りたいかなと思います。この厚み分 UV レジンを注ぎますので、横側までしっかりとこう保護するように包み込んであげます。型がしっかりと取れたようでしたら、冷やし固めるために一度冷たい水に30秒以上つけておきます。たら型から外して、水気がもしついているようでしたら、 UV レジンを注ぐ前に一度ドライヤーで乾燥させておきます。ドライヤーもですね、暖かい風当ててしまいますとまた柔らかくなってきてしまいますので、冷風で水分をしっかりと乾かしました。そして UV LED レジンのクリアハードを注いでいきます。気泡が入ったようであれば、爪楊枝などで気泡を追い出してあげます。 LED ライトはまず表側20秒硬化させ、裏側から1分照射し、さらに表から40秒 UV ライトを照射するとしっかりと硬化するようです。これから UV ライトを照射しますけども、直接目で見ないようにします。では裏返して1分照射します。十分 UV LED ライトを照射しましたので止めます。さあ、しっかりと固まっているでしょうか。このように UV レジンでしっかりとパーツの複製ができました。
同様の工程で同じものをもう一個作っておきます。色プラで同じように裏側の型取りもしました。先に UV レジンで複製したものをですね、ここに収まるかどうか一度確認をして、もし周りのバリをカットする必要があればカットしておきます。ある程度空気が抜けましたら、これを戻してしっかりと密着するようにします。そして同じように UV ライトを当てて硬化させていきます。それでは裏側のパーツと合わせてこんな感じになりました。完全に綺麗な形になっていませんが、この中に入るパーツなのでこのぐらいの複製でも十分かなと思います。それでは引き続き F14A トムキャット LED 電飾付きで制作していきますので、よろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。